君は誰？私は石狩アリエ、ノンフィクションライターよ。知的で優雅で上品だった先生が今はもう見る影もない。思い出すのは怖い。私は失ったのだ、メリアル様を。ウィングバックル。メリアル様の紡ぐ悪夢は私が継承した。クイーン K はストリング機関を修復するためにこの星雲層の施設が必要だったようです。本当の悪夢はこれからだ。一番楽しい時期よね。それがそうでもなくて、なんか慣れちゃって慣れちゃうよね。こないだなんか私のことねえって呼ぶんで、私もねえって返したらすごい不機嫌になって。あー、始まってるわね、慣れが。ウィアルメガマスター、ワン、ツインパークル。終わったんじゃないですか。5日連続ですからね。それこそ慣れちゃってね。まあ大丈夫でしょう、きっとそのうちにやっつけてくれるわよ、きっとって。でもまあこう毎日のように来られても困りますね。
お疲れ。お疲れ。本当に疲れた。ここで最新の怪獣災害情報です。本日も午前10時に星山市に鳥型の怪獣が出現し、ウルトラマンジードと戦闘を繰り広げました。あの会長、ゲイロン星獣は毎日10時にやってくる。スターの反応はなかった。ウルトラマンジード、アクロスの使者。遠回り通勤しなきゃいけないし、最近晩ご飯いらないって日でも連絡くれないんですよ。何それ、ルールは守らせなきゃ。新婚の今が肝心よ。そうよ、ジードだって最初からバッチリ決めておけば。何、もしかして福井で K が召喚している。謎は深まるばかり。 AIB も調査を始めた。あ、パパのお弁当今日も唐揚げだ。2日連続。普通普通、うちなんか3日連続肉じゃがよ。いやいや、3日連続はさすがに飽きるでしょ。ねえ、AIB は爆発したギエロン星獣のかけらを回収。DNA サンプルを採取。本部でさらに詳しい鑑定を。はい。でも肉じゃがって汁漏れしない？どうして？するする、完全密閉なんて無理だもん。あ、もうこんな時間？いつものところ行きません？じゃ、また後でね。はい。まゆ、お家帰って着替えてこよ。次はゼロが戦った。ゼロ自身からの提案だ。
クワトロスラッガー、バルキーコーラス、今度は逃がさない。個体と DNA が一致した。じゃあ同じギエロン星獣が毎日来てるってこと、うん、倒しても倒しても復活する怪獣か。回収したかけらは全部焼却処分する。燃えてしまえば復活のしようもないでしょ。決めるぜ覚悟。 SH フィギュアーツウルトラマンジードプリミティブ。 SH フィギュアーツだから劇中のポージングが決まる。エフェクトも付属して必殺技が決まる。クオリティ、可動域、再現性を追求したフィギュア、ここに誕生。 SH フィギュアーツウルトラマン G のプリミティブ、2018年2月発売予定。魂ウェブでチェック。フュージョンファイト、 G の最強形態が登場。バトルはクライマックスへ。たくさんのカードとウルトラカプセルが君を勝利に導く。カプセル融合3段カプセル、いろいろ。ウルトラマンが光る。圧倒的な再現性、光るウルトラマン、アルティメットルミナスウルトラマンシリーズ、お店とウェブで。グドンとツインテール。消えたんだ。あのかけらも気化していたのね。見て、あいつ空で再生してたのか。なんだよあれ。アイザキです。え、焼却したゲロン星獣の残留物が粒子になって飛んでた。燃やしても復活するってこと。これが今朝の話。スイングスパークル。僕は戦うしかなかった。ウルトラマンジードに対して、いい加減に何とかしろというシッタの声も上がっています。リーク、僕だってどうしていいのか分かんないよ。もう5日目だよ、ちゃんと倒してるのに。どこ行くの？散歩。モア？リック！どうしたの？ちょうどよかった。見て。これは？ゲーロン星獣の生体探知機。この近くに強い反応が。あれ、確かあっちの方って。ここだ。ルミナさん、彼女は僕の知り合いで。ニコニコ生命保険の
愛崎と申します。高額な保険のかかったペットがこちらの団地に迷い込んだようで。てかルミナさん、なんか雰囲気違くないですか？え？やだ、ランチ行くだけで気合とか入ってないから。ああ入ってるんだ。あらねえ、あなたも保険会社の人？随分と若いのね。お肌つまーの。ちょっと危険です、ちょっと。あ、まゆちゃんは？鍵かける練習。もうすぐ小学生だしね。どう、まゆできた？ママできたよ。おいで。お、消えてる。どうして？わからない。さっきまで強く反応してたのに。ママ。ん？これ見て。ん？何これ？気持ち悪い。まゆちゃん、どうしたのこれ？溶ける前は綺麗だったのに。溶ける前ってどういうこと？何それ？全部は守らせなきゃ。新婚の今が肝心よ。そうよ。ジードだって最初からバッチリ決めておけば。綺麗だったから拾ったの。でも溶けちゃって。凍らせたら元に戻るかなと思ったの。まゆ、何でもかんでも拾わないの。でも、なんで凍らせても元に戻らないの？それは、じゃがいもと同じね。え？じゃがいも凍らせたらふかふかになるでしょ？水分が多いから。え、そうなの？うちもお弁当に凍った肉じゃが入れたらもう悲惨なことに。ああ、うちはおでん、こんにゃくがゴムみたいになっちゃって。そうねえ、なりますよね。そうか、そういうことか。ありがとうございました。いや、うん、ありがとうございました。あれ、ペット探してるんじゃなかったの？ゲーロン星は非常に高温な惑星でした。ゲーロン星人の水分量が多いということは考えられます。やっぱり。だから冷凍したら生体反応がなくなったのよ。生体反応がなくなれば気かもしれない。復活することはできないので。明日現れたら南極にでも運ぼうか。ゲーロン星人は3万5千トンです。24時間で深夜まで完全に冷凍できない可能性があります。小分けにすればいいんじゃない？今日の氷みたいに。でもものすごい量だよ。拡散したかけらを全部集めるなんて無理。どこまで飛んでいるかもわからないしね。あのいいこと思いついちゃったんですけど。捜索対象を発見。これより回収作業に入る。高エネルギー反応。なるほど。エンペラ星人カプセルとダークルゲールカプセルは AIB が保管しているのですか。だが彼らに使いこなせるカプセルじゃない。おい、ストロム星人、何を企んでる？あの毎日飛んでくる怪獣だってあんたの仕業だろ。目の前で起きてることが信じられない。これは貴重な記録よ。すごいことになる。じーっとしてないでドームに行こうぜ。アイゴエキスポに GO！ 東京ドームシティ。ウルトラマンフェスティバル in 枚方パーク、巨大なセブンとゼロが登場だ。七色に光るウルトラフラッシュでヒーローを応援しよう。ウルトラマンフェスティバル in 枚方パーク、チケット発売中。キラパー。知りたいワイドをご覧の星山市近隣の皆様に緊急のお願いがあります。
としててもどうにもならねえ。ウルトラマン、ウルトラマンベリアル、ウルトラマンジードクリミキル、シュラ、調査済みです。完全に回収しなければ明日も怪獣が現れます。皆さんのご協力が必要です。かけらはアメーバ状に変化した後気化してしまいます。その前に350ml以下の容器に入れて冷凍保存してください。こちらです。ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。なお、ご協力いただいた皆さんの冷蔵庫は無償で交換いたします。イエーイ。凍らせたギエロン星人のかけらは AIB が全て回収。これで最後です。ご苦労だった。宇宙の隅々に転送し永久に冷却することになった。なんかあっけないな。あっけなくないよ。回収に協力してくれた人は数万人だってこれってすごいことじゃない？うん。僕は多くの人に支えられ助けられ戦っているのだ。これからもっと強い敵と戦わなければいけないこともあるだろう。でもみんなと一緒ならきっと僕は戦える。お前の力はこの程度か。そろそろ決着をつけよう。ウルトラマンジード。また敵出す幾千の
星たち月明かり浮かぶ顔募る守りたい気持ち価値観ってそれぞれ色とりどり個性があってぶつかったりしながら認め合い戦え合って新しい力生み出してウルトラカプセルナビ今日のカプセルはこれだゼアルナミラクルゼロルナミラクルゼロ身長49メートル体重3万5千トンコスモスとガイナの力を受け継いだ青きウルトラマンゼロです次はこれだアークベリアル超銀河大帝アークベリアル身長300メートル体重30万トンベリアルが巨大化凶暴化した最強形態です次回も見てくれよな星雲荘を出て行ってしまったペガ原因はまあ僕と喧嘩したことなんだけどそんな中深海怪獣グビラが現れるこんな時にペガのやつどこ行っちまったんだよ次回ウルトラマンジードペガ家出する決めるぜ覚悟